局同時生放送。1996から97と見せかけて96。ゆくふりくるふり。こんばんは、伊集院光です。そして僕のアシスタントを務めてくれるのが桜井智です。死ねえお前は。もう一回テープ止めろ。もうダメ先生。止め止め止め。後ろリハーサルになってないだろお前。今日の趣旨は明日の12月31日の本当の行く年来る年で俺が恥かかないようにリハーサルだから、お前が桜井智になってくれないと、ちゃんとなってくれないと大失敗だから。はい、分かってる。はい、ちゃんと今桜井智になってる。桜井智です。やってみよう。やってみよう。もう一回やってみよう。もう一回やってみよう。あの除夜の鐘から。イラ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 イ。俺がどれだけ緊張してるか分かってんのお前。明日は全国48局ネットやね。アップス5局ネットだから、ここは失敗しても謝れば済むとこだから。ここはなんとかリスナーに謝っとけるとこだからな。ちゃんと頭の中桜井智、桜井智でいっぱいにする。お前はいつもの親に感動されて三重から出てきたバイトではないわけだ。分かってるな。オッケー、じゃあもう一回再スタート。全国5局同時生放送。1996から97と見せかけて96。ゆくふりくるふり。いやー、大晦日いかがお過ごしですか。こんばんは、伊集院光です。そして、今日僕のアシスタントを務めてくれるのがセイントテールこと桜井智です。グググググ。いやー、智ちゃんは今年1年どんないいことがあったのかな。ハッピーでした。ぶっ飛ばすのこの野郎お前。桜井智になってないだろお前。まだお前はバイト引きずってるな。アップスのバイトでガム買ってこいって言われたりとかすることばっかりだからハッピーが出てこない。なりきってないだろ。なりきってないんだよ。言葉だけでセイントテールで活躍中とかいらねえんだよそういうのな。じゃあしょうがない、またちょっと音楽もう一回もう行ってみようか。全国5局同時生放送。1996から97と見せかけて96。ゆくふりくるふり。大晦日いかがお過ごしですか。伊集院光です。そして今日僕のアシスタントを務めてくれるのは桜井智です。ごめん、俺の今桜井智だったけど、俺の今ごめん、咳払いが入っちゃったから今リハにならないから。もう今から聞いた人全員が今日も桜井智出てるんだと思ったから大丈夫だから、もう一回やってみよう。このベタに飽きるまでやってみよう。とりあえずリスナーがドリフなのこれはって言うまでやろ。じゃあもう一回もう一回大晦日いかがお過ごしですか。伊集院光です。そして今日僕のアシスタントを務めてくれるのが桜井智。全然違うもん、今の椎名ヘキルだもん。全然違う、両方よく知らねえけど、なんで、ね、全然違ってるもん。もうもっと感じとしてね。あと誰いる、高田真理子とかいるな、今売れてるのな。よし、じゃあ次それ突っ込もう。さあ、ね、じゃあちょっと出して聞いている、そういう意識だぞお前。入れとけ。リハだぞ、今日と同じスタッフで使い回しなんだから。ね、はい、だから明日のもう練習なんだからな、これもうな、はい、分かってんな。俺だって今ユーミンのコンサートとかで公開リハってあるだろ。公開リハビリテーションがこう割り箸で豆つくっつかんでこう右から左の皿打つのとか、まあ、リハーサルな。分かってな、言うぞな、お前が売れっ子声優だからな。大晦日いかがお過ごしですか。こんばんは、伊集院光です。そして、今日僕のアシスタントを務めてくれる人気声優は桜井智です。さっき兼ねたじゃん、全然声が。お前声では桜井智ですって言ってるけど、全然もう、まあ、全然気持ち兼ねたの声だもん。じゃあお前逆やれ、お前がじゃあ伊集院光やって、こんばんは伊集院光です、今日僕のアシスタント務めてくれるのがからやれば、俺がもう完璧になりきる演技わかる。はい、わかる。はい、桜井智になりきるとはどういうことなのかっていうのをちょっとやってみるから、もう一回だけちょっと音出してみよう。もう一回だけ。全国5局同時生放送。1996年からニューヨーク
ヨークの朝は早い。97年と見せかけてお嬢親のデイビスに連絡だ。96行くふり来るふり。こんばんは、伊集院光です。そして僕のアシスタントを務めてくれるのが、うまいコーヒーを飲んでるのは、お前は伊集院光なんだから、それ森山修一郎だろとか、誰も今聞いてるリスナー層知らねえよ、刑事コジャックとか、そういうの入れないとダメなんばっかやろ、お前はダメ。桜井智也ができないから、まあ後でちょっとなるレポーターのキャインの役でもう一回、キャインの役作りしててくれよ、お前は。もう、なんだよ。でもまあ聞いてるおっちょこちょいのやつもいるだろうからな。全国、その、この番組、50万リスナーのうちの、まあ、8万人ぐらいは桜井とも今日も出てると思ったと思うけども、まあね、今日何をやってるかというとですね、明日の夜11時半から、ゆく年来る年っていうのがあります。これ全国48局ネットです。で、初めて知ったんですが、アップスっていうのは、全局5局ネットなんですって。すごいですよ、もう、ねえ。5局なのこれ。すご。北は北浦和から、南は南浦和まで5局ネットですから、もうそれ以降のところは傍受するしか聞きようがないですから、じゃあ今日は一応こう明日の行く年来る年の公開リハーサルですよ。ね。いわゆるなんか、こう、なんていうんですかね、例えば演劇ファンの人は舞台稽古も見たかったりするじゃないですか。それと一緒ですよ。で、今日はちょっと公開でいろいろ明日のために頑張りながら、通常のアップスのコーナーもね、やっていきたいと思います。でもすごい豪華ですよ。普通だったら明日しか聞けない。それこそこの、48曲引く5ですから、残りの43曲の人たちは明日しか聴けない赤坂ブリッジからの真心ブラザーズのライブも、ライブのリハもね、これあります。ね、それからカウントダウンも、何時から何時になるのにカウントダウン、大体ですね、1時頃から2時頃になるまでの間にカウントダウンがあります。ね、それからあとですね、その他にも先週大好評の、リスナーにラブを企画。もうすごい、これ番組聞いてるだけで、恋人が、熱々のカップルが、チューが、もうチューができるわけです。ね、もうでっかいカラオケボックスを作ったんだけれども、入り口が狭すぎて、カラオケの機材が入らないという、洗い中も無理かな、今のリスナーにな。まして、洗い中のトピックス的な小さいネタだからな、今のはな。まあ、そういうチューができることも、ありますもんね。じゃあさ、みんな洗い中のさ、This is a pen。なんだバカ野郎っていうのはもうわからないのかな。俺もよくわからないし、それは伝説だからね。まあ、ということで、ブリッツから真心のライブ、それからカウントダウンね、それと、ラブ企画、それからレギュラーコーナーもですね、取り揃えていきたいと思います。そしてですね、2時頃に大体カウントダウンをやる予定なんですが、時間がこう押さないでいけば、まあ、1時59分から、59分50秒から、2時。ね、年が明けるところですね、ちょうどね。ここでみんなでカウントダウンをやろうということで、緊急です。私と一緒にカウントダウンをやってくれる方で、20歳以上で、今から1時45分までに TBS の1階入り口まで来れる方、この方にカウントダウンをやってもらいます。一緒に大晦日明日なのに、しかも1時から2時という半端なところにやってもらいます。これな、もう俺としては3人ぐらい来てくれば大体 OK だと思ってますんで、1時45分まで絶対厳守です。1分とか遅れて、まあ、お母さんとかと一緒に来て、うちの子は本当に熱心なリスナーなんですよって言われたところで、そんなものはもう視察です。ダメです、ダメです。で、20歳以上です。20歳以下だとまたアップス怒られちゃいます。また、まだ TBS は未成年に、大晦日でもないのにカウントダウンをさせてなんて言われちゃいますから、ね、ダメです。20歳以上で、まあ、来る足、帰る足を自分で持ってる人ですね。きちんと持って、まあ、来れるっていうことは、この時間来れるとだ、まあ、帰れるってことだと思うんですけども、1時45分までに来れる方ですね、スタジオで盛大にカウントダウンをやりましょう。あと35分です。あ、もう出ろ、もう、出ろ、靴は履け。まあ、そういうことで、1曲目。ほいじゃあ、真心ブラザーズ、新しい夜明け、明日ライブよろしくお願いいたします。今日の1曲目はですね、明日のですね、全国48局ネット、行く年来る年で、ブリッツライブを生でやってくれる、真心ブラザーズで、新しい夜明け聞いてもらいましたけども、まあね、明日ですからね、5局ネット、今まで全国5局ネット、今日も5局ネットなんですよ。なんかもう、点々とですよね、なんかね。北海道は放送されてるんですよね、これね。北海道と、あと、東京と、沖縄も放送されてんだよな。だから北は北海道から南は沖縄までっていうのはクリアしてんだけど、途中がもうボロボロだから、
もうドカベンの柔道部の頃と、弁慶学園に負ける頃、その頃の間の間が抜けてるようなもんですから、明日のジョーで言えば、いきなりあの丹下段平と会ってから真っ白に燃え尽きてるようなもんですから、その真ん中の抜け具合ときたら、途中ウルフ金串と戦ってるあたりちょっとあるぐらいでね。でも明日全国48局ってすごいよね。テレビとかでフルネットでやってる番組で32局とか35局とかでしょ ?42 局ですよ。あーた。もう、ねえ。そうすりゃ伊集院だって猫は被るさ。いや。まあ一生懸命やりますけどもね。で、今日はまあその、どういう風にやると、ね。一番いい感じに行くとかということで、明日の行く年来る年のプレ実践企画、行くふり来るふりをお送りするわけなんですが、ここで、ファックスの募集行きたいと思います。今日のファックスのテーマはこれです。アップス、年末、ラブ企画第2弾。お正月直前、リスナーにラブを。こんばんは、ミスター DJ こと伊集院からだよ。リスナーのみんな、クリスマス一人で過ごしちゃった君、このお正月もきっと一人なんだろうな、なんて諦めちゃって一人初詣の計画を立ててるのかな。 NO! ラブにとって諦めることが一番の大敵なんだよ。そりゃキューピッドはクリスマスには来なかった。でもキューピッドだって都合があるはずだよ。前の番組が押してるかもしれないから。そういうこともあるからこそ諦めずに正月こそラブを。ねえ、まあそういうなんていうのかな、ラブに関して諦めないっていうかね、こう打たれ強いというかサンドバッグラブドランカー、ああね、今そういう状況の君に一回もう勝たしたろうとね、俺なんてラブ師範じゃんな。な、俺んちの床の間には俺ことラブ師範の直筆の掛け軸でジュテームって、もう書いてありますよ。ね、ね。ラブ、俺のラブ道場においてもラブ師範ですよ。もう幾多のラブ道場破りたちを打ち倒し、ね、いろんなラブを解いてきたこの僕が、お正月、二人で初詣に行きたいあなたにですね、ラブを授けようということなんですけども、先週一応クリスマス直前ラブをという企画で、もうリスナーがすっごいファックス来ましたね。猛烈にファックス来て、そのリスナーの男と女で、こう、なんていうんですかね、好みの合う同士を電話でデートさせて、見事二組妊娠いたしました。いや、出産いたしました。もう今週の、それも6つごと27つごを出産いたしまして、もう大変なことにはなってるんで、この企画をもう一回やろうということで、ハガキでも募集したんですが、これが大変な反響でしてね。男子195枚に対して女子19枚です。日照りです。もう、大飢饉です。もうね、種もみあるけど畑がねえって今状況に今、なってますから。土地遅れっていう状況に今なってますから、ここでファックスでさらに募集をかけて、でファックス、ハガキ全部合わせて一番ピタッと合ってるっていう人をこう二人もう電話でね、いいんですよ、こうなんていうんですか、先入観とかなく緊張もなく、まして仲人は俺だね、で車掌が君だね、後の残りはお客さんだ。でそれがこういきなりガッと話していいムードになれば、これもうすごいことですよ。明日祝言ね、祝言をあげることも可能ですから、お正月今は一人ぼっちだとね、今年彼女に振られてしまった、もしくは、電波の命令で彼女ができない。もしくは、彼女って何ね、そういう皆さんですね。もしくは彼氏が欲しいけど、私はアマゾネス。そういったような皆さんから、ファックスといただいて混ぜた結果、一番合う人をバッチリ合わせようと思ってますんで、お正月二人で初詣にぜひ行きたいというあなた、ファックスに、住所、氏名、年齢、電話番号と、電話番号これ逆電かけますから、こっちが電話かけますね、電話番号と、好みのタイプの異性、自分が似てると言われるタレント、好きなドラえもんの道具、それからあとマリオカートで一番好きなキャラ、いっぱいいますからね、マリオ、ルイージ、ドンキーコングといいますから、書いて、受付ファックス番号、男子専用。男子専用は、東京 03-5563-1960、東京 03-5563-1960、ね、この回線は先週もパンクしそうでした。そして女子、専用、もしくはカマ専科、裏声専科の方はですね、東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540 でした。こちらは極端に空いてました。いわゆる O シフトです。レフト側だけがかなり、レフトがかなり混んでたんですけど、ライトついてまして、特に女子ですよね。女子だっていますよ。今、それこそクリスマスに喧嘩しちゃって、
もう彼氏に見切りをつけたと。ほいで、でもお正月一人初詣は辛いですよ。一人でみくじ引いて大吉でも誰に伝えていいかわかりませんからね。ね。まあもう悔しいから自分の賽銭を前のやつの後頭部にぶつけてみようとか、あとあの親父のパーカーの袋に入んねえかなとか、そういう楽しみ方しかないですから、そういう皆さんどんどん電話をください。そして深夜ですのでかけ間違いのないように、みんながラブ、待ってますから。年末も忙しすぎだね。まあ、はっきり言って、まあ、俺ぐらいの、ね、長者番付が18位ぐらいに上がってくると、億単位の納税者になってくるとね、もう、大変だね。もう3億ヘクタールはもう税金を。もう納めてる俺にしてみれば、もうこの年末のスケジュールも大変。毎日毎日マリオカート、マリオカート、たまにラジオ。ねえ、でも、大変だと。で、今日だって、朝6時に起きてマリオカートずっとマリオカート、しかもマリオサーキットですよ。ずっとマリオサーキットコースをトライですよ。ほいで、そうだな、10時頃になってからじゃあ TBS でも行くべかなと思って行って、この後ですよ、この後。これ3時に生放送終わるじゃないですか。下速攻で家帰っても3時半でしょ。マリオカート明日の行く年来る年の直前までマリオカートですよ。で、元旦がスポーツニュースがあるんですけど、それ以外が全部マリオカートでびっしり埋まってるじゃないですか。でも、待つの開けるまではずっとマリオカートです。っていうか、僕年末年始仕事ないです、なんか。どうなってるんでしょうか、もう大変ですよ。で、まあね、普通のお便りあんま僕読まないんですけど、ちょっと今日普通のお便りで目を引くものがちょっとあったんでね、ちょっと読んでみたいと思うんですけどね、ペンネーム、伝説のバックドロップ職人からね、来てんですけどね、マリオカート64タイムアタックのデータ、12月24日、夜中2時半現在、お前これ聞きながらマリオカートやってんじゃない、この野郎。マリオカートやりつつ聞いてて、マリオサーキットにて、キノピオを使い、キノコみたいなやつがいいんですよね。キノコみたいなやつ。またさ、キノコみたいなやつがさ、普段の、本来のマリオでは、マリオの場合は、大体マリオのとこに来て、ピジ姫がなんか今ピンチですとかって、来んだよ。でいて始まって、でいてうるせえおめえは黙ってろぐらいのことをマリオに言われて、もうピーチ姫とマリオのラブストーリーで、これキノピオってやつはいつもなんていうのかな、脇役ドラマとか言うと後を買いぐらいの役どころだわ。なあ、ピーチ姫は鈴木ほなみでね。でいて男の方とかが竹野内豊とかそういう組み合わせなら後を買いとか橋爪功とか、まぁ、ちょっといい役ぐらいの役どころが、このマリオカートレースゲームに対等に全員エントリーしてからっていうもの、まあこの後を買いがよく喋るっていうか、早い。まぁ、昨日っぺ僕も使ってるんですけど、で、今んとこの彼のレコードタイムが、1分23秒13で抜かせるもんなら抜かしてみろって書いてあるんですけどね。で、これマリオカート64全くやんない人に関して私言っておきますけれども、普通にいきなりいじったら、まあ2分切るぐらいですわね。このコース。だいたい3周するんですけど。おいでいて、ちょっと慣れてくると1分30秒切れるんですよ。で、彼の1分23秒抜かしてみろと言ってますけど、23秒。まあ早いんでしょうな。おいでいて、1分30秒を切ると、任天堂に登録ができるのね。おもちゃ屋さんに行ってカセットを持ってって、このカセット登録してください。名前とかも登録できて、これが、いいスコアだと、金のコントローラーってのはもらえるの、売ってないやつがもらえて、さらに全国でベスト10。まあ多分5、6万、もっとか10万ぐらいエントリーするんだけど、それ10万人とか20万人の中で、このソフト自体は100万本近く売れてますから、10万人エントリーしたとしての中で、早かったのから10人までが、なんと渡辺徹司会のスーパーマリオクラブっていう番組に参加できるぞ。ちびっこって書いてあるんですよ。ね。でね、僕の記録なんですけども、一応23秒、1分23秒13で抜かしてみろと。ね、伝説のバックドロップ職人。改め、チンカス野郎、チンカス野郎、1分16秒09。出ちゃうよ、もうスーパーマリオクラブ。
トールが司会のところで俺タレントとしてじゃないよ、ちびっことして出ちゃうよ。全国何十万の人をもう押し上げてピカピカの金のコントローラー持って会場でお前の加藤紀子とお前渡辺徹がいつも俺タレントとして出るじゃないですか。タレントとして依頼出ればあどうも渡辺徹さんだし加藤紀子ちゃん可愛いですねとかですけど、横から俺がレースしておちびっこだからエントリーナンバー3番豊島区から来た篠岡君だから篠っちって呼ばれてますだから、それが徹にどうなのマリオはとか、しゃべんなやってんだよお前今ドリフト走行のドリフト走行の途中だから、もっと最後まで言わないから、最後まで文句とは言わないから、ドリフトする分かんない、ゲーム知ってんのよ行くによろしくね、あのそういうぐらいのトーンですよ。で加藤紀子とかが、あしのっちうまいね、せえなケツアゴ、これケツアゴパカッと当て中から妖精出すぞいけねドリフト、もうそれぐらいのサービス精神のなさで俺は出ちゃうね。俺はこのマリオカートのためにな、大晦日の行く年来る年のラジオドラマの原稿を一週間遅らせ、本番の直前にファックスし、仲のいいスタッフから白い目で見られ、しかもそのスタッフが家に遊びに来た時に、その俺がすいません今書いてる途中ですって言っていた間に5秒もタイムが縮まってることに気づきですよ。で、神さんにも、神さんも、ぐわーで、そのキノピオがこうやって走ってる時に壁とかに、こう、要するにアクセルとか間違えて壁とかにぶつかると、って言うのよ。神さんが毎晩私が寝てると隣の部屋から、誰の家なの、ここはキノコの家なのぐらいのことを言われながらも、この婿養子が、ね、一生懸命マリオやって、もう今やね、俺マリオやった時機械だからね。もうあの、普通は、ここのとこでレバーを瞬時に右左右左って入れなきゃならないっていう作業があるんですけど、これは大体ね、素人はね、ガチャ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 、6回ぐらい右左入れてるうちに2回入ったら、あの、すごいスピードが出るっていうところ、もうね、すごいロボだから、カチャカチャ、ウィーン、カチャカチャ、ウィーン、カチャカチャ、ウィーン、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 カチャですから。で、今も大体ね、0.02 秒刻みでタイムがまだ刻一刻と上がってますから、一応ね、俺のね、一周の最速ラップってのはこれ出てるんですけどね。一周の最速、これ三周のゲームですから。三周のゲームっていうことは、一周かけさんなんですけど、一周、すんごい俺のめちゃくちゃ調子がいい時、俺のスタンドがドッギャーンって出てる時、俺から出てる、バイオレットフロントヒップっていうのがボワーって出てる時は、それはもう、すごいんですよ。今までの最高タイム、これは幻の記録で、俺今までマリオカートはっきり言って、こう、失敗したらもう一回やり直し、もう一回やり直しってやってるから、下手して1日100や200はやってるんですよ。だからもう、1万回とは言いませんけど、5000回はやってるでしょ。その間に1回しか出なかった幻のライン取りっていうんで、21秒09っていうのが出てますから、これが、今のところ5000分の1の確率なんですけど、これが3週連続で出た場合には、1分3秒出ますから、これ出た暁には当然全国ベスト10ですよ。全国でも当然スーパーマリオクラブですよ。当然本番中にいきなり感触を起こして、もう加藤のり子の右ケツアゴ、左ケツアゴ真ん中パカーって開いて、王様の耳はロバの耳と突き込んで締めて、で、その真ん中パテで埋めたりとかもできるわけですよ。それぐらいのことは俺やりますから、今本当に何に夢中になってるかって、もう私はもうマリオカートですよ。いや、私がマリオカートです、もう。もうね、それは。それはすごい。うちにね、いろいろね、このスタッフからもね、チンカスどもがね、来てはね、篠岡くんちのマリオカートやらしてよ、ぐらいのこと言うんですけどね、見てらんないですね。俺はレース系得意だって言ってるね、AD 柳沢。ねえ、もうすごいですよ。3週で、2世紀。200年ですよ。僕が1分16秒で言った間、2世紀ですよ。ねえ。ほいで、前に座ってる、ライター、渡辺。これがビッグバン4回。地球が4度生まれ変わるまで、だいたい3週でゴールできませんから。これちょっとね、俺聞きたいんですよ。俺正直に言いました。今。1分16秒09。ね。で、1周あたりが21秒09。みんなの動向を探っとかないと、スーパーマリオクラブに出れないんですよ。いつもの依頼の方を断ってるのに、なんで自分で出てんだよって言うと、タレントじゃなく出たいじゃないですか。おい、すっごい出たいですよ。で、どっから来たんですか？東京。
はあ、もうそれぐらいのトーンで、俺タレントだから絶対ホリプロから来ましたユイカレですとか言うじゃない。俺はもう篠岡くんですから。もうその時はあのマリオカートとかすごい練習してんのかな。普通普通普通で、その上もう公式の本番中なのにカーブとか失敗したら一回リセットするからね。そんなに周りの人がちょっと待ってください、痛いんじゃない。でももう聞こえないトーンで、あとクソとか漏らすし、子供だからもうクソは漏らすわ、あと難かるわね。あと急にスタジオが賑やかだから楽しくなって、あーゲームまたゲームやるわ。もう手つけらんで半ズボンで行くし、半ズボンもう半ズボンに、漫画のビーチサンダルで行くから、で帽子を横かぶりね、青花ね、それからあとマラカス膝パッド、ね、翼。その姿で行くから、10位に入ったからには何しようはな。そんなの逆に俺が1位だったのにもかかわらず、その番組で2位からしか来てなかったら、俺自分の番組で披露しちゃうもんね。これは楽しいのね。嬉しいのね。1分16秒09。ザ・カスタネッツで何数に戻っとんねん。僕はそれがとても不思議だった。さて、今日はですね、今年一応最後のアップするっていうことなんで、まあ最後にふさわしくですね、面白いレギュラーコーナー、ね、それからあとマリオカードの自慢話、それからあとリスナーにラブを送る企画の他にですね、明日に控えた行く年来る年の公開リハーサルということで、あの、やってるんですけどもね、まあタレントさんはほらリハーサルなかなか呼べないじゃないですか。アルバイトの松上くんっていうね、もうパッとしないバイトに、あの、先ほど桜井智也をやってもらいましたけども、今度はレポーターのキャイン役の役作りが終わって今レポートに行ってるみたいですので、ちょっと役作りは多分完璧だって本人言ってましたから、ちょっとやんでみましょうか。レポーターのキャインのお二人、大事にせんよ、やってただから工夫はするなとあれほどお前は工夫をしないで普通に何や、しかももう一回だけチャンスやる。もう一回だけチャンスやるからな。もうみんな聞いてるリスナーとかも。はい。な。はい。リハとはいえ。はい。笑いたい。はい。で、ただのリハ見せてどうすんだよな。はい。違うんだよな。もう本当に。さ、もうあの、この大晦日のですね、東京都内の方をですね、レポーターで駆け巡っている二人を呼びたいと思います。レポーターのキャインのお二人、さ、走る。さ、キレポーズ。お笑いキングアンドクイーン。それは、なんだ、お笑いキング&クイーンってのは。男と女のお笑いの人。どこで活躍してんの？いろいろ。メジャーなのやねんから、お前また伊集院の役、伊集院の役。さあ、いけ、いつはこれ呼んでくれれば俺来るから。じゃあ、レポーターのキャインのお二人さん。林家彦六。やっちゃった、始まった。アップスの方ですか。でもね、マモコプラザーズさんやってみて、しばらくこの店には来てませんよ。1週間ぐらい前だったかな、酔ったお客の乳首を千枚同士で貫いたとか貫かないとか揉めちゃいましてね、貫きましたけどね。いや、TBS こうラジオもキャッチフレーズとかあるじゃないですか。で、こうトークレディオとか最近なんかキャッチフレーズに掲げてるらしくて、あのいわゆるこう本音のトークとか歩道禁止すれすれの危ないトークとか、それ生の声をっていうんだったら、今の榎本かな子の番組生でやったらすごいだろうな。あの番組やったらトークレディオだと思うよ。すごいらしいからね。なんか俺が聞いた話では、小堺さんに聞いたんでは、あのドラマかなんかで、はあ、これで私の命も首の皮一枚つながったってところかなっていうのを、あの子、はあ、これで私のバカの化けの皮も剥がれたってところかなってマジで言う人らしいよ。おかちめんこおかめちんこって言うらしいよ、マジで。
やってほしいな。おとおかめちんこは見てみたいし、だってね、どんなのがついてるのかは想像してみたいですからね。このコーナー一応金がない、暇がない。それでも想像力があれば、世の中というのは大変楽しいもんで、想像力を使った遊びを何かしていこうというコーナーなんですが、ペンネーム、虎之助19歳。遊び。人混みで、適当に名前を呼んでみて、何人の人が、あ、俺のこと?と振り向いてびっくりするかやってみる。その時にね、自分でね、こうね、オッズを決めたりするといいと思うんですよ。友達二人とかでオッズを決めて、こうアルタ前とかで何人ぐらいの人が向くのかって。例えば、佐藤とかすごい安いですよ。佐藤なんかもう 1.1 倍ですよ。鉄板です、鉄板。もう馬券的にはもう、なんでもないですよ。だけど、そうですね、20倍ぐらいで鳥越。鳥越あ、俺あ、20倍。もうコイン止まりませんよ。五本松あたりはもうすごいですよ。五本松あれじゃん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 。もうコイン止まりませんよ、五本松は。これ結構いけますけどね。その時にこう、なんていうんですかね。大きい声で向かせるのとか、あまりにチンキなのはなしだと思うんですけどね。まあね。三日月もとか言うと、三日月もじゃないやつも向きますよ、大体。どこにあんのかなと思いますから。で、オッズをつけてね。田中と佐藤だったら佐藤の方が向きそうでね。佐藤あ、だから問題はね、田中と佐藤っていうのはね、逆にね、勝負の書き方として難しいのはね、田中佐藤は間違って呼ばれ慣れてるんですよ。間違って振り向き慣れてますから、田中って言われても、その下の名前が出てくるまでは向かないっていうようなことはかなりあると思うんですよ。だからこれは逆に、オッズは結構安定してんだけど、結構なんていうんですかね、親しみを込めてかなり言わないと当たらないとかありますから、漆原あたりじゃないですか。漆原とかが一番いますよ。人口比率における漆原と、その、向く係数。よくわかんない。でもまあ、そういうの考えたら、諸星、漆原系とかは多分自分一人ぐらいじゃないですか。だって、このスタッフで言っても、池田、渡辺あたりは向かないでしょ。池田っていう人間っていうのはあまりに周りに、少なくとも日直の時にカッコ池田田とか書かれてるでしょ?それぐらいダメですけどね。柳沢は結構呼ばれたらドキッとするよな。まあ現に AD の柳沢くんは長野から出た田舎もんで今東京人のふりをしてるんですけども、渋谷のセンター街で、まこっちゃん、まこっちゃんっていきなり呼び止められて真っ赤になってましたけどね。その時は振り向かないように必死でしたけどね。まあしょうがなかった。小学校時代のね、役場に勤めてる同級生でした。仕方がないことなんですけど。ね、続いて、ペンネーム、トンデン。遊び。デパートなどで、母親らしき人が、りょうちゃん?りょうちゃん?りょうちゃん?と子供を探しているとき、りょうちゃんを自分の中で想像しながらずっと見届けてみよう。なるほどね。お母さんの顔と想像してりょうちゃんってこんな感じで、そのお母さんの呼びかけ具合と、そのりょうちゃんを探してる場所とかじゃないですか。低年齢向けおもちゃだったらりょうちゃん多分、3歳ぐらいで、お母さんの顔がこうだったら3歳でクリクリっとした目してて、まあ半ズボン履いてるのかなとか言って、結局、りょうちゃんがまあ、例えば、迷子センターに3日なり、そのソワリ3日なり見てると、ああ、想像通りとかあるじゃないですか。でいて、なんか、赤ちゃんの玩具売り場で、りょうちゃん?りょうちゃんとか、こう、キティちゃんのこうなんかいろんなママをするとかとかで、りょうちゃんって探してるときにさ、自分の頭の中で3歳ぐらいのそういう子なのかなと思ったらさ、シルクハットをかぶった40半ばぐらいの、母さんっていうのが、ハマキをパホッパホッでやりながら来るときの楽しさもないよね。昔な、俺な、友達のお笑いのやつとな、今、京成デパートって丸になっちゃったかな。上野にあった京成デパート、京成デパートいたらな、お客様のジャンピング吉田様、ジャンピング吉田様っていうのかかって、うわ、ジャンピング吉田、ジャンピング吉田様、いらっしゃいましたら正面受付までお越しくださいって。受付でジャンピング吉田、待った待った。そら跳ねてくるよなと思ったら、ああ、今言われた吉田ですって普通の中年が来て。すんごい意外だった、ジャンピング吉、あれがジャンピング吉田かよと思いながらね。あ、結構楽しめますね、自分の中でね、想像するっていうのはね。
あのデパートの呼び出しってさ、基本的に雨が降ってきた時とかで全部使い分けるようになってるんだよね。雨が降ってきたら、例えば呼び出しの後ろに流れてる音楽が雨に歌えばに変わるデパートがあったりとか、これちょっとうろ覚えなんだけど、なんかちょっとした事件が発生したりとかした時に、あの犯人には気づかれないように今事件が起こってますよっていうようなやつで、ちょっとこう変わった風の、さりげないけど変わった風のやつがあったり。だってこれタクシーの運転手さんが聞いてればわかるけど、タクシーの運転手さんは一昔前まで大きな荷物を持ったお客様についての連絡っていうのは犯罪絡みだった。今どうなってかしね、一昔前まで無線に、大きなお客荷物を持ったお客様の、連絡です、こういうジャンパーを着てなんとかを乗せた方っていうと、それは要するに今この近くで犯罪が起こって警察から要請されてるからっていうのがね、あったらしいよ。まあこれ今言ったところでほとんどの人は知ってることらしいけどね、なんかね。まあ多分今は暗号を変えてると思う。もメソポタミア文明に何らかの関わり合いを持ったお客様を乗っけた方とか、ちょっとさりげなく書いてるとは思うんですけどね。じゃあ、続いて。これ女の子だな。ペンネーム、現代透明人間。遊び。今から暇に任せて来年度の日記を書き、1月1日から日記通りに生活してみる。これは面白いと思うんですけどね。不慮の事故とか起きますからね。だと人の生き死には書かない方がいいですね。だいたい人の生き死に書いて、怒んない時はいいんですよ。本当に怒った時の恐怖に人間立ち向かえないからね。だすごいですよ。もう今日最低のことがあったと。ね。ナイキの新しいエアマックスを手に入れたら、その3歩目でうんこを踏んでしまったったら、エアマックス買う前に3歩目で届く範囲にうんこをこうやって置いて、これを補足とか間違えたり、誰かこう、店、靴屋に入ってる間に蹴られたりしたら、3歩目こうピポットでこうちょっと、うんこをこう、踏める位置までまで確認してから、それ結構うまくね、飛ばないと、うんこ踏めませんからね。何日ぐらいできるもんですかね。明日のシナリオ書いてみるってのは笑うよね。克明なところまで。それで合わせてったら結構いけるで。階段の、下から3番目から落っこって捻挫したとかをやってみんのよ。うわ、すごい暮らしやな。俺はやんね。まだいきます。もう一枚、もう一枚。あ、俺喋りすぎてんな、今日な。じゃあ何かな。これこうかな。ラジオネーム、早山根高校 in 500ペッポンに遊び。高級中華料理店の客席のテーブルの回転する机を、一定速度で回転させると、その中華料理店の隠し通路が現れ、そこには幻の食材を使った幻の料理が、と想像してみる。あれな、右に2回、左に2回、酢3、醤油5、豆板醤2、開くんだよ、無事は。ガーって開いて、ちょっと向こうの方にはもうそれを知ってた先客がいるわけよ。もうこれは知らされてたやつ。俺は偶然見っけちゃったけど、いて先客が、生きてる猿の頭切ってこう食ってんだよ。こうやってなんか、無害映画あったみたいに、まあ、言って食べてるから、もう初めて食える。あと、キニラも生えてるし。ねえ、あと、黄金のサバもね。中華じゃねえじゃん、それ。ジゴルで遊び、郵便番号17-06 TBS ラジオ、伊集院光のアップス、遊びのかっかりまで。曲、ヘンリー・エミリーさんで、流れの星、なんで笑ったかっていうと、結構カウントダウンしに来たやつがいるから。アップス年末ラブ企画第2弾、お正月直前、すべてのリスナーにラブを。回れ回れメリーゴーラン、ラブってるラブんないと。もうね、ラブは確かにしてると。だけどもそれは相手にもまだ伝わってないラブだと、そういうことをおっしゃる方がいらっしゃる。もうそれはもうタクシーが円卓と呼ばれ、どこまで走っても1円だった頃からそんなたわごとはもうみんな言ってるが、しかしキャッチボール、ラブってのはキャッチボールなんですよ。ラブはもう男からラブを投げると、女がそのラブをミットで受け止めて、それをこう男に投げ返し、男がもうラブグローブでラブ球をラブキャッチするのがラブね。壁に一人でラブボールをどんなにぶつけて跳ね返ったらラブを取っても、それは壁当てラブじゃない
だからね、もうもちろんそんなに僕にきついことを言われても、お前なんぞブタゲルゲも、ちょっと前まではラブヒデリで、ね、もう子供の給食費を掴んでは飲みに行くような始末だったではないかと、こうおっしゃるかもしれません。ね。まあでもね、あのね、それはね、実はね、みんな勘違いしてんね。僕なんかもうね、ラブが取れすぎちゃって、もうラブ市場が大暴落しちゃうぐらいの、もう抱え込んだラブがどんどん粘り気を帯びちゃって使えないぐらいもラブありましたんで、もう皆さんにもこれラブをキャッチしてもらおうということで、ラブが足りないボーイズ&ガールズを救済するこの企画、早速ですね、ラブ不足、もう大変なラブ不足ですよ、ドル高ラブ安な、ロンリーボーイの皆さんにですね、電話をつないでみましょう。じゃあですね、最初の方ですけどもね、秋田県は今年はね、ラブがね、取れないんだよね。あの、夏に雨少なかったから、もうラブ全然ないですよね。佐藤隆也。ね、好きなタイプ。好きなタイプ。こんな感じですかな。ちょっと電話かけてみましょう。ね、電話こっち繋がってんだ、こっち音がね。もしもし！あ、もしもし。佐藤？はい。ラブってる？いや、全然ラブってないです。ラブってないのか。はい。かれこれ、どれぐらいお前の畑ではラブが取れねえんだよ。あ、17年間。もう取れねえ種は撒いてんのか、種は。あ、撒いてるんですけど、芽が出ないですね。ラブの芽が。はい。まあ、あの、今日はな、はい。まあ、今までのその、ラブ失敗談。はい。ね。お前がラブの種を撒けばカラスにほじくられる毎日を忘れて、はい。どーんと今日、合議に行こうや。はい。な、はい。好きなタイプ誰行くよ。松高子。はい。松高子ですよ。松明ではなく、元宝塚の。はい。松高子。え、松たか子系好きなやつって矢部美穂はダメなん？あ、ちょっとダメですね。あ、要するにちょっとその童顔系じゃなくて、ちょっと大人なんだけども、ちょっとなんか可愛い系の顔が、はい、はい、そうですね。もし松たか子と、じゃあ君が松たか子と付き合ったら、はい、どうするよ。あの、手編みのマフラーを編んでほしいですね。編んでほしいよな。はい、なあ、はい、で、佐藤隆也の T がこう手編みのこう片足のところにこう置いてて、はい、これは隆也くんの T じゃなくて隆子よりの T なのって言われてラブコンボ行きちゃうよね。はい、そんなことになったらね。はい、で、君は誰に似てんの？あ、トンドン夜中日の、はい、ストッパーだ。はい、ねえ、松高子とソンドンヨル、これぴったりだと思います。これ今から女性にかけたいと思いますけども、はい、女性でもファックスも集めると、あの、合わせると結構ね、来ましたよ。はい、これどうだ、これ陽子ちゃんでいいのかな。あ、16歳はどう？あ、いいです。16歳いい？はい、ちょっと電話かけてみようかな。はい、16歳、これちょっと遠距離恋愛になるね。はい、君が秋田だから、この子は多分ね、東京だと思うんですよ、この番号は。うん、大丈夫大丈夫、ラブがあればね、そんな1光年や2光年離れててもね。さあ、もしもし。はい、ラブってる？あまりラブってます。あまりラブって、ありがとうね。もう大飢饉で、今女性リスナーが今もう不作もいいとこなんですけどね。この名前は陽子ちゃんでお読みしていいんですか？あ、はい、そうです。さあ、陽子ちゃん、はい、あの、今出てくれた男の子が、はい、一応陽子ちゃんとラブ結ばれるかもしれないんですけども、はあ、あの、陽子ちゃん、はい、好みのタイプとかは？ツーショットタイムスタート。あ、こんばんは。こんばんは。あのタイプはどんな人が好きですか？あの、ドカベンの犬神選手っていう選手がすごい好きなんですよ。あの、あれですか、あのコーチの、なんだっけ、あの、え、犬飼の。あ、そうです、そうです。あ、僕も結構ドカベン好きなんです。終了。そして妊娠。ここまで、あんたトーク。あれ、おめでとう。ようじゃん、はい、妊娠しました、今完璧に。え、今のところそういう形状はないんですか？いやいや、もうしてます。あ、そうですか。明日、あの、こんにちはこんにちはって買って、あの、脇の下にぶっ刺してみてください。あ、でも経済力がないんで子供は養っていけない。養っていけませんか？はい、あ、じゃあ伊集院さんにあげます。いや、それは相当妊娠セーフということで破局でーす。バイバイ。巨大なカラクリ時計を使ったトリックで20年ぶりに再会したミニ四駆仲間が殺された。ダイイングメッセージはたった2文字、持ち肌。そんなシーンで始まるパントマイムショー公開。いやー、もうですね、1996年の12月31日の1時台も
残すところわずかになってまいりましたね。まあこのですね一時代ってのは本当に激動の一時代でしたね。12時代にはありえなかったようなもう大変なこうなんていうんですかね、あの世の中の動き。12時代には寅さん死んでました。1時代は生き返りました。もう完璧に。で、あの1時代の頭にですね、この去りゆく1時代を惜しんで、その1時59分55、50秒からカウントダウンをしてくれる方をですね、募集したところですね、なんとマリオカートに飽きちゃった人たち。聞こえてますよ。結構ね、来てるんですけどね。まだ、一応みんなブリッツにいることになってますから、黙っててください。僕も無視して続けますから。なんでも、すごい人数来たらしいですよ。20歳以下の人も来ちゃったんで、その人はもう、すっごいきつくお灸を据えて埋めましたもん、全部。足のくるぶしだけを出して埋めましたからね。もうここまで聞こえてきてますね、真心のライブの盛り上がりがね、今すごい勢いで盛り上がってるみたいなんですけどね。なんでもお客さんがですね、結局総勢で15人残ったらしいんです。30人ぐらい来て15人は、もう帰ってくれよと。ね。お前の顔なんか見たくもないっていう話になって、もうお前とは終わったはずだろうなんて泥仕合になったらしいんですよ。ね。じゃあ私の荷物は捨ててね、なんて。じゃあ捨てるよなんて、もう最後はもう、つかみ合いだったらしいんですけどね。さあ、刻々と時間の方がですね、今、1時58分、2分前になりましたね。そろそろ真心のいるブリッツ、ね、本当にブリッツの前に行っちゃうやついますね。ぶっつり。ね、赤坂ぶっつりの方に、ちょっと呼んでみましょうか。ね、赤坂ぶっつりライブ中の真心ブラザーズ、イエーイ、一応スタジオの伊集院なんですけど、はい、いよいよ 1時台も残すところあと1分30秒ですね。はい、そうです。真心にとって今年はどんな年でしたか？ま、真心なりに、真心なりな、すいません、リアルタイムでやりたいんで殴りませんけども、殴って当然のリアクションだってことを真心の方だけ覚えててください。真心、中継終わったらガム買ってきてください。元に戻りますから、あなたたちは。1分前はすごい。ブリッツの方は真心何人ぐらいお客さん来てるんですか？わー、15万人ぐらい。15万人そのお客さんはもう、カウントダウン終わったらすぐ帰ってもらうだけなのに、来てるんですか？もう来てます。来てます。みんなカウントダウン終わったら帰るだけって知ってた？違う違う、こうイエイだけ、イエイだけ、イエイ。真心さん、もう30秒切りました。カウントダウン、みんな用意よろしいですか？イエイ。さあ、あと20秒でいよいよこの1時台が明けて激動の2時台、まさに世紀末を迎えようとしておりますね。寅さんはもう一度死ぬんでしょうか？10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。去年大ヒットした曲です。ハイキー、ジョン・レノン、 Here we go。 ハイキー、ジョン・レノン、私がこの体にずいぶん立ちますが、まだ世界の暴力にあふれ平和ではありません。ボルツ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 ボお前、星ヒューマじゃねえんだからよ、お前。投げすぎかよ、おい。ピック使えばめちゃくちゃうまく弾けるんだよな、ピック使ってな。それでは、ハイキー・ジョン・レノン、Here we go！ ハイキー・ジョン・レノン！そんな真心ブラザーズいないだろ。お前、帰るだろ、お客さんが、お前。お前、本当の真心聞いて帰るならまだいいけど、お前聞いて帰らなきゃいけない。来た価値全然ないじゃないかよ。面白いこととかやんなきゃダメなんだよ。な。だからな、こう、
ギター弾けないなら弾けないなりにギターをこうやってな、こうやって置いてな。こんなとこにカブトムシがいるぞ。これぐらいのことお前。まあ松井ちょっと俺も悪かったけどさ、みんなのリスナーの声に甘えちゃった感があるけどさ、逆側にすると一応カブト側にっていうのもできるから、これギター丸いから。ごめんごめん、またあの聞いてる人にわからないのにリスナーの声に甘えちゃったからさ、俺もすごい反省してるからさ。ああはい、みんな出てってくんないかな。毒ブラジャー一族は、これ邪魔されてる、俺の番組邪魔するな。出て出て郡山作戦のコードネームはアップス。アップスはラジオ界の前頭4枚目です。いや今大騒ぎしてね、ちょっとねすいなって思ったんだけどね、ちょっと俺ごめん甘えすぎたお前らに。ダメだ、もうこんな時間にこいつって来るやつらっていうか、やつらもやつらだな。あとは帰った人たちごめんな、なんかあの身分証明書系が証明できないと、なんか要するに俺ら怒られて番組終わっちゃうんだよな。なんかなんで終わっちゃうんだろうな、でしょうな。であのまあおいでちょっと帰ってもらったら申し訳なかったんだよ、ちょっと甘えすぎだよ。あのみんなに言って、スタッフに言っとく、俺のことじゃなくて、甘えすぎ、そんな急に思いついたように来てくれとかな。しかも聞いてる人がいっぱいいるのにな、ギターを逆さにしてカブトムシとかな、これ見るもんだろう、な、視覚に訴えるギャグだろうな。硬いよ、わかんのかんの、わかんのかんの。想像でしか笑えねえだろ、こんなもの。ギターの形、孫悟空飛んでいけ、馬上線だ。新しい時代のラジオじゃん。ねえ、ダメだから、確かに伊集院光リスナーにも甘い、どっぷり甘えてる。この甘さと来たら、もうあれだね。うちのジジイの死ぬ間際の正面ぐらいもう塔出てる。だけども、リスナーに甘える代わりに、もちろんリスナーにも僕の方ができることなら何でもしていこうという企画がこれでございます。アップス、年末ラブ企画第2弾。お正月直前、すべてのリスナーに、ラブを。走ると書いて師走でございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ラブ師匠でございます。皆さんみたいなですね、まあ弟子っ子程度のラブしかしてないものに対して、私がですね、なんていうんですかね、皆さんにこう師範代級のラブで、誰なんでしょう、ラブ師匠。初めて出たキャラなのに強引に押し通すところがまた甘えてる。甘えております、もうたっぷり甘えております。まあそういうことですね。私なんかはね、毎日手作りの焼きプリンを焼きながらラブを極める日々なんですけれども、ラブもう今ね、あなたが一日一杯のコーヒーを我慢するだけで、どれだけの人がラブにもうなんていうんですかね、ありつけるかっていう状況ですよ。先ほど ぶっつりに来てた、赤坂ぶっつりに来てたのライブ会場に来てたお客様、15人中14人が男子です。1人が女子です。もう逆一歩多妻制です。もうダメです、頼む作シズボーベの逆です。もうね、もうそういう状況を打破するためにも、私今日ファックスをくださった、そして、お手紙をくださった男性とその女性プロフィールのぴったり合う方を合わせて、先ほどちょっと時間の都合でね、一人目の佐藤孝也君にちょっとね酷なことをしましたね、一瞬喜ばせておいて結局ダメでした。でも今度のあなた、川崎市の吉田20歳、彼はいいですよね。でね、これね、もちろんね、彼女がねずっといないやつにとってみればね、一回でも彼女がいたことあればそれいいだろうって意見あるかもしれませんけど、ね、吉田の場合はね結構ね大変なんですよ。ちょっと吉田電話つながってますんで、もしもし、あ、もしもし、大吉、あ、我々師匠、あ、師匠、どうも、正座してる、してますよ、お茶お茶、はい、すいません、お前それが人に物を教わる態度か、お前、申し訳ございませんでした、待ってんのかお前、はい、何度も言わないからな、師匠、すいません、師匠なんだからなお前、はい、で大吉、あ、大吉はどうなの、ラブ日照り期間は今、もうそれがですね、うん、ちょっと今仕事をやってるんですけども、何の仕事やってんだ、
ちょっと言えない仕事なんですよ。言えない仕事か、はい、警察24時とかでモザイクかけるやつか、お前。もうモザイクかかっちゃって、すごい声もあーとかって変わっちゃって、あれ本当にこれ知らない間にポケットに入ってたんですよ、そうなんですよ、お前この野郎。仕事お前、師匠の名を汚す前にやめとけ、それは、はい、それでどうだったんだ、どうだったんだ。それでですね、一応クリスマス、まあ、ハッピーで、いろいろと考えてたんですけどね、もうラブヒデリなんてのは俺のことじゃないと。いや、それが11月に別れちゃったんですよ。おい、原因はなんだよ。なんていうんですかね、うん、やっぱ仕事のせいばっかって言うんですか。何、仕事が中ばっかなの。いや、なんか仕事が忙しくて彼女に構ってられなかった。はいはいはい、あの、もう必ず言いますね、仕事と。師匠わかりますよね、それ。仕事と私どっちが大切なの。そうなんですよ。ありますあります。やっぱり生活かかってますからね、師匠。僕もね、はい、昔ね、有楽町の局で深夜放送やってる時にやってましたか、ディズニーランドでデートしたことを次の日の深夜放送で全部バッチリ喋った、はい、電話かかってきた、はい、私とのデートはネタなのそれとも愛なのと。そうなんですね。あ、その時私ネタだと言い切った、はい、それから会ってない、ごめん。ああそういうことだね、はい、まあ、仕事と私どっちが大切なのなんて言われてな、お前なんて答えたんだ。仕事。ああ、師匠ダメですかね。お前ちょっと女の子の気持ちで聞いてみな。それ俺に対して。うん。本当、まあ、君のことを考えてたんだけど、ちょっと仕事が忙しくて。違う、お前女役、俺がラブ師匠として。師匠すいませんでした。間違ってました。何聞いてんだ、この野郎。すいません。てめえ、一本でカツ丼作れ、この野郎。わかりました。今ちょっとネギ切ってきます。予算2円。はい。お前が彼女として、はい、お前が彼女に言われた仕事と私どっち大切なのっていうのを、俺ラブ師匠だったらこう答えてるっていうのを。あ、なるほど。な、ちょっとお前ちょっと聞いてみろ。はい、うん、はい。ねえケン、なんだよ。ねえ、私と仕事どっち大事。うん、僕は切り絵が大好きなんだな、やっぱり。この花火の絵のことはよく覚えていて、ね、ちゃんと聞いてんの。どっち大切。いや、ちょっと気が動転しちゃって、ああ、よっこだから、オグルキャップがパカ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 、オグルキャップは、ね、ちゃんと聞いてんの。オグル、私のことどう思ってんの？ん？ねえ。何？どう？いや、女なんていうのはさ、はい、あの、DVD みたいなもんだからさ、なるほど。まだいいかなっていう。あそういう感じに思ってるかな。あ、わかりました、師匠。それぐらいのことを言えば、はい、もう DVD だって進化するさ、女の方だって、これは捨てられたくないぐらいのことを言って、私を抱いてぐらいのことを言いますわ。さすがですね、師匠。当たり前だよ、お前。ちょっとメモに書かさせていただいてよろしいですか。まあ、俺がそれを神さんに言えるぐらいなら、向こう用紙にはなってないですよ。まあ、それは当然な。いや、まあ、一応、吉田の大体今は、逆に、彼女がいないのにも別れたばっかりで、普通のやつよりダメージ大きいと見たよ。大きいですわ。大きいよ。はい。で、その前の彼女は誰に言ってたの？ですね。うん。今の好きなタイプは広瀬陽子なんですけども。おうおお、広瀬陽子、いいねいいね。前の彼女マジでちょっとお前、まあ彼氏のひいき目でもいいや、誰に似てた。ですね、お広瀬じゃなくて篠原涼子の方だったんですよ。おお、はい、賛否両論。賛否両論。広瀬涼子の方がいいや、俺は。ごめんいいですよ、ね、ごめん。おうおうおう、ちょっとおばきゅう入ってたんで。鼻まだでけえしな。まあまず広瀬涼子みたいな彼女できたら、はい、何してもらいたいさ。やはりですね、おエヴァンゲリオンを見てもらいたい。一緒にだ。そうです。エヴァ少しのエヴァ見ながら。はい、やっぱりあれかな、あのよっちゃんは綾波レイみたいにちょっと暗い子の方が好きなのかななんて言われたりして、バーンなのね、アニメお前はお前だよなんて言いながら。いいですね。あ、ほらいいや。そりゃいいや、お前これ。まいったわ、おっさんは。そうですか。はい、あんたバカじゃないなんていう、ちょっと日頃の日常会話の中にエヴァトークも入って。そうです、そうです。いいよ、お前がバカじゃないそれね。もうやっぱり初講義者とか言って言ってな、はい、もうそれだよな、はい、な、本当に、あの、なんつったっけ、あの変なプラグみたいな、なんつったっけ、何プラグっつった、ですなんだ、何プラグでしたっけ、何プラグっつった。あ、もどかしいですね。もどかしいな、これ何プラグやっけ。なんかインサートプラグだっけ、なんつったっけ。そんな感じの名前ですよね。はい、あれ、お前のあれが外れなくなったら、俺はどんな火傷してでも外しに行くぐらいの。そうです、そうです。あ、いいですね、それ。もう、殺し文句ですわ。今な、エヴァンゲリオンに興味ないやつはな、はい、俺とお前の掛け合いをね、バカじゃないかと思いながら聞いてるけども、はい、それが愛。そうです、ね。これも愛。だって愛。多分愛。愛の集中か。ありがとう。それじゃあ、どうする、このまま切る、それでも女の子つなげる。いや、散々話して切っちゃうんですか。このまま切ったらな、最短記録更新しちゃうからな。はい、これつなげなきゃダメだよな。先週もなんかそんな感じじゃなかったですか。何、先週はあの後もいろいろケアして、はい、ねえ、ケアした、はい、
ってすごいことまでなった、大家族になってんだろ。あ、そうなんですか、うん、もうあれですか、下町の大家族みたいな感じで。なってなって、じゃあ一応お前にな、はい、選ばしたろ今回は。ありがとうございます。一人はな、猫、は、蔵、い、ちゃんっていう女の子。猫蔵ちゃん、まあ、ペンネーム女の子で、はにかみ屋さんだらしょうがないな、はい、それとな、もう一人はな、はい、稲蔵ちゃんって全然違う子なんだけど、稲蔵ちゃん、猫蔵ちゃんだけど、ヒントとしては、はい、稲蔵ちゃん16歳。あ、いいですね。16歳、はい、女子高生。ああ、いいですね。それで、もう一人の方の子は、猫蔵ちゃんは19歳。はい、あ、猫蔵さんが19歳。あ、君はいくつやっけ。私、20歳です。じゃあ、どっち行くさあ、どっちだ。16。あ、おへえ、おいおい、16か。はい、いいんじゃないの、いいんじゃないの、16ですか。いいんじゃないの、いいですか。おっさんもいいと思うで、それは。いいですね。おっさんも29だけど、顔が26でね。じゃあおっさん、ちょっと電話かけるで。はい、な、お願いします、師匠。じゃあ行くで。はいよ。おお、あ、いいよって、お前誰やねお前。これいいよ、はいよ、とっとか言って。この子なんかね、はい、字とか見てる限りは、はい、結構可愛い系です。あ、いいですね、いい感じです。すごいぞ、ヤッフー。おー、今ピノキオだね、これキノピオだね、これやろ。ヤッフーって言う。あ、もしもし、はい、稲蔵ちゃん、はい、稲蔵ちゃんさ、さすがに稲蔵ちゃんだとラブしにくいからさ、はい、なんか名前がねえかな。名前変えるんですか。下だけ呼んでいい。はい、下だけ呼んでいい。え、本屋はあんまり好きじゃないんで。じゃあ、またペンネームいいですか。いいよいいよ。じゃあ、ミサト。ミサト、はい、ミサトちゃん、これ女の子の場合、稲蔵となかなかね、インドトークは行きにくいからな。ミサトちゃん、はい、ミサトちゃん、かっこ仮、はい、ねえ、今16歳、はい、一応ね、はい、どなたに似てるとか言われたことありますか。紫七部。部屋絵巻。紫七部。某ホテルに泊まりに行った時にちょっと、うん、髪緩く結んでたんですよ、うん、そしたら、一緒にいた人に紫七部って言われちゃって。ちょっと待ってくれ、16歳、はい、某ホテルに泊まりに行った時一緒に人に。父さん許さんぞそんなこと。学校ですから、ホテルって言っても、ラブには縁がないんで。ああ、ラブには縁がないホテル、はい、ああ、普通のじゃない、はいはい、お父さん許そうか。申し訳ありません。大丈夫だろうな。表にはカラオケ屋っぽいんだけど、中入るときにはビニールののれんとかくぐったりとかして、でいて、お金払うとき気まずくないように、キューブの中に金でブショーとか飛ばして、向こうから、おっつりがシューって帰ってきたりとか。一員さんが心配していらっしゃるようなことは全くないんで。ないんだろうな。申し訳ありませんけれども。うん、まあ、な、まあ、16歳なんか全然そんな早いからな。ラブホテル行っていいのは管理聞こえてから。じゃあ、あとはもう、お父さん今汗かいちゃったから。ね、ツーショットタイムスタート。あ、こんばんは。あ、こんばんは、もしもし。もしもし。あ、美里さんというお名前です。はい。あ、いいですね。私、エヴァンゲリオン結構好きだったんですよ。あ、そうなんですか。うまくいってる。いいですね。スタート。危ねえな、おい。エヴァンゲリオンって弾んじゃうとこだったよ、おい。あ、美里ちゃん。はい。どうもありがとう。うん。またいい男紹介するから。残念だった、縁がなかったからね。どうもありがとうね。はい、失礼します。バイバイ。さよなら。いやー、危ねえな。吉田くん。もしもし。何？はい。あの子ダメだったわ。ああ。うん。もう少しだったですね。ああ、もう。一押しが足りなかったですね。俺も随分ね、うまく活かせようと思って努力させたんだけどね。向こうだってもう聞いてる感じの声のトーンでエヴァンゲリオンとか知らなそうだったし、全然ね。あ、それちょっとあれでしたね、うん、マイナスでしたね。マイナスだったよ。ドラえもんにしときゃよかったですね。ドラえもんなら弾んだのにな。 あとお前が前に付き合ってた女がとか言うじゃねえか。あ、言っちゃいましたからね。それがダメなんだよ。もう一人女の子紹介しようか。あ、いいですね。紹介しようか。はい、お願いします、師匠。なあ、はい、お前誰に似てんだ。誰に。え、僕ですか。うん、ですね、うん、パパラジーコムの東野浩二なんですよ。おおおおお、こんな感じです。東野浩二さん。はい。もう今度の相手はな、はい、好きな異性のタイプが怯えてるピテカントロプスっていう。いいじゃないですか。いいじゃない。なんとなく、なんとなくありだよね。バッチリですね。バッチリだよね。はい。オッケー。じゃあ、美奈子ちゃんや、美奈子ちゃん。あ、美奈子ちゃん。美奈子ちゃんと電話かけてみるな。な。美奈子ちゃんは年齢21や。あ、21。あ、いいですね、年上。お前誰でもいいんじゃねえか、お前結局これ。いやいやいや。21歳。はい、行くで、行くで。はい。さあ、これ電話番号が、これ4かな、9かな。4かな。あ、それは心配や。お、ど、よ、あ、いや、あ、わかった。なんだ、4かな、9かなって。うん、でーん、て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 ーん。夜だからな、間違い電話すればいかないからな。今の撮ってるよな、俺押してんのな。はい、もしもし。めちゃくちゃ声可愛くね。もしもし。もしもし。はい。美奈子さんですか。はい、そうです。付き合ってください。
ちょっと師匠師匠突然壊しちゃいます。でも俺結構ちゃんと面倒見るし。でもお手つきついてる人はちょっと注意さす。向こうとは円満に分かれる。円満に分かれる。マジで円満に分かれる。そんなこと言われて壊しちゃうんで。いやカジノサウルス以外うまくいってないんだよ。だからそれはもうそんなこと言ってないですよ。今度渋谷の前でお待ちして。美奈子さんは、はい、誰とかに似てるんですか。そうですね、ちょっと怒り屋助にすごく似てるって言われてるんですけど。泣くー。吉田に回そう。いや美奈子ちゃん、はい、美奈子ちゃん、はい、その声で怒り屋助はないだろうお前。一回でもいいよ。一回から友達に言われたんでもいいけど、誰に似てるねってなります。そうですね、友坂理恵ぐらいですかしらね。おー、賛否両論やな。あなた賛否両論がいい。まあでも自分の彼女だったらな、別にそんなにな、なカーブフェイスとかまま気にならへんな、別にな。友坂理恵ちゃんいいな。ドラえもんの一番好きな動画は何ですか。ミニシア製造カメラがちょっといいなって思ってるんですけど。あれはね、いいですね。あれはね、すごくいいですよね。あれはね、藤子不二雄短編集の中の夢カメラっていうのにも出てくるのね。そうなんですか。それは存じ上げませんでした。ね、あとマリオカートの好きなキャラクターは何。バナナですね、落っこちてる。本当にルイージがもう私のダーリンにしたいぐらい好きなんですけど。美奈子ちゃん、逃避行しよう。いや、みなこちゃんどうもありがとう。バイバーイ。どうもすいません。吉田、もしもし。ダメだダメ。何でですかね。なんかね、話してみたんだけどね、違ってるわ。そうですか。めちゃくちゃ声とかも可愛いし。ダメだこりゃですかね。ダメだこりゃだから、ダメだね。じゃあ次行ってみよう。いやいや、吉田のはもう終わりなんだけど。もう一人だけだよ。もう一人だけだよ、じゃあ。さすが師匠。分かってますね。分かって分かって。ここでお前決めろよ、お前。今までのはもう、もうあれだよ。ハイアンドローボックスでは、はい、ハイの方のなんかあれだよ。ガムだよ、ガム。ガムとグアムをかけたような感じですかね。下がグアム旅行だ、お前。な。さあ、行くぞ。はい。千葉や、千葉。あ、いえ。19歳。はい。19歳。はい。一応ペンネーム芋版になってるけど。一応。これ電話番号ない。残念。オーマイガー。オーマイガーに。なあ。じゃあ、ここ行こうかな。あつこちゃん。あつこちゃん。似てるタレントすごいぞ、お前。はい。すごいぞ。はい。ドキドキしながら聞いてるよ、お前。ドキドキですよ。もうバクバク。ちょっとあつこちゃんかけてみよう。さあ。さあ、あつこちゃん。気象庁予報官31度。あ、そうだ。誰に似てるのかな。なんか変わった声ですね。変わった声ですね。あそこじゃん、低気圧に似てるんだ。ツーショットタイム。もしもし。1時東の風。もしもし。晴れますが、昼過ぎから夜にかけて曇る見込みです。終了。吉田。師匠。何？なんか明日は晴れるとか言ってるんですけど。ってことは一緒になりたいってことだよ。あ、今君は涙で泣き明かして、はい、涙雨の天気だけれども明日は晴れるだろうってなったらは晴れると私とあなたの間柄は、はい、もううまくいくだろうってデートの約束とかしてたじゃん。そうですね、東南東で待っててくれってさ。東南東で風が吹いてるから待っててくれってさ、はい、統計120何度とか、言ってた言ってた、はい、でそこで待っててちょうど統計何度のところで。海ですかね。海だね。うわ。で、吉田どうもありがとうね。もう終わりなんですか。そりゃそうだよ。これ3人も紹介したらお前、これ結婚相談所だったら莫大な金要求してるとこだからね。いや、3度目の正直、4度目の正直とか。4度目の正直ないから。じゃあ、風小僧グッズ送るから。はい。じゃあね。うわ。一人で吹いて。はい、わかりました。ありがとうございました。みんな恋愛ベタだね。俺がここまできちんとやってやって。やべ、最後の電話間違い電話かも。さあ、一曲春でキュート、アップする青春の歌、青春かけ忘れちゃったんだ。ねちょっと真面目な話していいかな。リスナーに甘えすぎ。甘えすぎ。お前リスナーこの夜中に電話出てくれて、出て叩き起こされ、女の子叩き起こされてお前なあ。で、風小僧グッズって、ごまかされたけど、風小僧グッズって、なかなかくんねえからいいもんだと思ったら、あまりにせこいのあげんの忘れてただけだからね。ただの笛だから、言ってたよ。ねえ、一人で吹くと死にたくなるような笛だからね。まあね。で、まあこれもほら、年も明けたことだし、リハ的には、ね、明けたことだし、それもオンに正月一発目ってことで許してもらってね。ほんじゃ続いてのコーナー行きましょうか。ダイエットキング 95.4、略して DK95.4。
ーマ曲ももうダメだね、君らの悪あがきっていうかね、あのもう僕はリスナーからどんどんこう痩せるための情報をもらってガンガン痩せてますからね。一応ダイエットキング 95.4 DK 95.4 コーナーなんですけれども、まあ、あのリスナーの皆さんからダイエットの方法をもらいね、それはそれでいて俺もダイエットをするというコーナーなんですが、先週ちょっと紹介できなかったんでハガキ、はがき長いよ、長いんだけど面白いとこ抽出して、あの全略注略させてもらってますが、奈良市のペンネーム、このまたちゅるすけ、チビに朗報。学生時代万栄奈良への号令がかかるといつも腰に手を当ててそびえ立ち、ウルトラマン太郎がやってきた風のポーズをとっていたあなた、いますね。そんなあなたにダーウィン進化論身長促進法。キリンはなぜあんなに背が高いのか。それは葉っぱが高いところに生えていたから。ジャイアントババはなんであんなに背が高いのか。きっとブッチャーが高いところにいたから。ブッチャー欲しいあまりに進化ですよ。愛しのブッチャーが欲しいばかりにね。河合俊一がなぜボキャブラの審査員なのか。謎。ということから編み出されたのがこのダーウィン身長促進法。あなたは好きな食べ物、例えばおでんを天井一面にびっしりぶら下げて、あとは交尾をして子供を産むだけ、徐々に進化して3、4000年後には立派なのっぽに。喜びの声。中本ケチャップさん29歳、オマーン在住。小さい時から僕の家の天井にオムライスがぶら下がっていて、疑うこともなく背伸びして食べていましたが、蔵の中から出てきた古文書によると、平安時代に僕の先祖がこの身長促進法を始めていたことを知りました。1200年前の僕の先祖が5尺5寸で165センチだったのが、今の時代の僕は進化を重ねて168センチになりました。34世紀頃には170センチを突破するのではと、今でもウキウキです。ダーウィンのやり方ですよ。やり方、ダーウィン的なやり方ですよね。そうなるわけですよね。そういうふうに考えていけばね。僕もだから、ボトルの中とかで暮らすわけですよ、僕も。で、それでキュッてやっとけば、四角いトマトとか作れるもんね。周りに枠つけとけばね。やらないけどね。嫌だから。ねえ。続いてペンネーム、ししゃも大将、足立区。あがり症に朗報。街を出歩くにも人目を気にして、全裸に白塗りでしか外を歩けないほどの恥ずかしがり屋さん。そんなあなたに、そうですね、治療法。まずはスタジオアルタに行きます。するとそこには、今日は天気がいいですねと聞かれると一斉に、そうですねと答えたり、ゲストが皆さんにお土産をと言っただけで、キャーと大げさに喜ぶ、恥を全く知らない連中がうようよいます。そのど真ん中で番組を1時間見るだけで OK。知らず知らずのうちにあなたもそうですねを繰り返していることでしょう。喜びの声。埼玉県山口タモリさん、28歳 OL の声。小さい頃から恥ずかしがり屋だった私も、月曜から金曜まで毎日この治療法を続けてみたところ、これ以上恥ずかしいことなどないということに気づき、おかげさまでもう何も怖いものはなくなりました。今では手拍子のシャンシャンシャンもすっかり上手くなり、それではそろそろお友達をとタモさんが、今日のゲストが忍者なのにもかかわらず言った後、のタイミングもバッチリです。次は輝く日本の星に子供を出場させるぐらいの恥知らずになりたいと思っています。もう輝く日本の星に出たらもうね、これはもう怖いもんないですよ、恥的にはね。さあ続いてダイエット法も来てます。ペンネームナックルボーラープラスアルファ。デブに朗報。ダイエットの天敵といえばリバウンド、カタツムリの天敵といえばマイマイかぶり、ロッテのリーの天敵といえば西武の長井。そんなオールドパリーグファンにしかわからない例えはさておいて、ダイエットの天敵リバウンドを逆に利用するのがこのリバウンド王ダイエット。お申し込みいただいたその日に、あのシカゴブルズのロッドマンがあなたの家にフリーエージェント入団。あなたが何かを口の中に入れようとするや否やパスカット、そして取った食べ物を母親の口にダンクシュート。 NBA のリバウンドを入れ墨和尚の実力で、あなたは激痩せ宮沢りえ、お母さんは宮沢母に。喜びの声。このダイエットを始めてから私は7トンあった体重が2ヘクタールに。ヘクタールは体重の体じゃねえじゃねえかよ。でもたまに暴れるのでびっくりしています。ちゅうことでリバウンドダイエットですわ。さあそんなこんなで
私は実践編の方に行きたいと思うんですが、ね、ちょっとおたけんときましょうか。ダイエットキング 95.4 略して 95.4 実践編。144.6 キロあった体重を、半年で 95.4 キロ TBS の周波数と同じにしようという企画で始まりましたが、罰則あります。伊集院光ギブアップ、いわゆる 1g も減ってない場合には、私5万円をこの番組のプレゼント資金として出してリスナーに還元です。で、逆に私がこれをクリアした場合にはスタッフ全員が、5万円を捻出して1万円ずつ集めてリスナーに還元というシステムになってますが、1週間ごとにもし3キロ減っていれば、AD の柳沢氏、スタッフから一人一応生贄ということで、AD の柳沢氏が高校の時にプリプリのコピーバンドをやっていた時代に書いた、恥ずかしい文化祭のしおりの前書き、生徒会長の挨拶、これを読む。ね。しかも、プリプリの音楽に乗せて。で、もし1キロ減ってなければ、私は1キロ以上減ればいいわけですから、1キロ減ってない場合には伊集院光る卒業文集。ね、ちなみになんですけど、僕はもう当然今日は1キロ以上減ってるんですけど、ちなみになんですけど、僕はこの卒業文書を読まなきゃならない時っていうのは、どんな音楽とかが流れるんですかね。あの、流れる音楽とかがちょっと不安なんですけど、あの、一応タイトルが、僕の、あの、卒業文書のタイトルが、今ほらお笑いでブタズラやろうじゃないですか。いつも何のプライドもなく生きてるじゃないですか。当時ね、何の根拠もないプライドがどうもあったらしくてですね、我が人生の共演者たち、作文用紙2枚にわたってギャグ一切なしという形で書いてるんですが、曲とかもし聞けますでしょうかね。その時かかる曲なんて、どんな曲が、我が人生の共演者たち、絶対読みたくないですねこれね。あ、これは絶対読みたくないですね。まあ大丈夫、上がりましょうか。先週の段階で 126.6 キロです。126.6 キロありました。だ、今日は 123.6 キロを切っていれば、柳沢氏ついに朗読です。でいて、逆に言えば 125.6 キロまで行ってなければ、これ私朗読になります。さあ、俺今日自信あるぜ。かっこいいよりもかっこよかった。かっこよかった。ただ今ね、いつもより前段になろうとしてんだけどね、なんかカウントダウンした連中まだ帰ってないんだよね。女の子もいんだよね。いや、やってないとかじゃなくて。やっべ。やっべ。いや、後ろ向きだって冗談じゃなく聞いてますよ。俺のもこの、すごい大悟だろう。さあ、今私スキャンティーとガーダベルとダメになりました今。さあ、靴下も脱ぎのね、ブリーングです。さあ、アラロガー全裸で、おっしゃ、体重すっげえ、こりゃすげえわ、こりゃすごいわ、俺自身ビビってるもん。122.2 練習から比べまして 4.4 キロゲーン、イエーイ、拍手でお迎えください。 AD 柳沢くんの入場です。いやー、年末今日はね、パン、ちょっと今僕パンティー履くからさ、ちょっと待ってくれる？はい。よいしょ、な、どっかいしょ。チンコ、見る？よいしょ、黒潮のショット。いやー、今日はあのね、随分ね、いつもあんまりないことなんですけど、スタッフの声が出てますけどもね。柳沢さん。はい。あの、柳沢さんは今好きな音楽のジャンルは何なんですか？テクノ。テクノ、テクノねテクノで、テクノの中でもいろいろお好みがあって、電気グルーヴとか好きなんですよね。あ、好きですね。辛口ですしね。
まあ、ユニタンほどじゃん。いや、でも音的にもとんがってますし、やっぱり、あの、すごい先進的な音楽だと思うんですよ。はあ、高校時代一番好きだった、あの、アーティストっていうのは。いや、テクノ。いや、テクノじゃないと思うんですけどね、僕ね。僕ね、あの、テクノが好きなのとか、ベースが弾けるのがどうしてなのかって一回ね、尋ねたところ、あなた、酔った勢いで白状しましたね。何でしたっけ？プリプリ。あれ今ではクラブで DJ をやってるあなたが。プリンセス、プリンス、プリンセス。プリンセス、プリンセス。プリンセス、プリンセス。略してリセス、リセスの。はい。さあ、もう良いの方がよろしいんですか？え、ありますよ。はい。嬉しい音楽がよろしいですか？あ、俺ら笑った試合で静かに読もう、静かに読もうね。これ、もちろんご自分のお口で読んでいただいた方がいいです。え、当たり前じゃないですか。ちょっと見てください。この顔写真やべえ、これでプリプリファンですよ。ちょっと待ってください、これ生徒会の全員の写真なんですけど、助けて、ど真ん中で V サイン出してます、テクノファンが。助けて、あれいい感じになってますね。あら、生徒会長ですよ。おめでとうございますね。それではもう今とんがったこのもうテクノ系で、クラブの DJ としても大変ご活躍でいらっしゃいます、生徒会長柳沢さんの生徒会のことは私黙って聞かせていきます、ね、音楽スタート。来た来た来た、とう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 待ちに待ったM 高祭がやってきた。これ M 高祭っていうのは私の学校の文化祭ですね。M 高祭が、それ数字だね。数字だね。頭の中からもうでイオンコートが来たぐらいのトーンで来た来た来たっていう。はい、もう一回スタート。来た来た来た、とう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 待ちに待ったM 高祭がやってきた。だけー、思えば高校生ってこの感じだって。思えば私が会長になってからというもの、必ず頭のどこかに M 高祭の3文字を置いて活動し、まさにアミンのごとく待っていたのです。娯楽のね、学校だな、おいな、おい、アミンのごとく待ってたわよ。はい、たおやかなるこの日々を見初め、他がためでもなく覇気を費やす様、下に優しげなり、素敵なとこ入れたつもりや。しかし斧が顔に浮かぶは至極の微笑み。それほどまでに愛見たく生めかし、スーパーウルトラスペシャルハイパーヘビープレミアムイベント M 高祭がついにやってきたのです。やってきたのです。このような紙という二次元的なメディアの上では私の喜びは十分に表現しきれませんが、この気持ちが少しでも感じ取ってもらえたら幸いに思います。1991年7月12、13、14、15日、当然のことですがこれらの日々は過ぎてしまったらもう二度とは戻ってきません。いわゆる日々ってダイヤモンドみたいなもんですからね、もう輝いてますからね、思い出の中で。はいはい。この期間中に何を見出せる、いえ見出すかはあなた次第です。私たちの今までの下ごしらえはそのためのただのきっかけにしか過ぎないのです。自分だけの M 高祭を見つけてください。それでは最後にこの一言で締めさせていただきます。はい、ちょっと待ってください、エコーのようよろしいですか。ここだけ活字が4倍の大きさになっております。最後の一言は何ですか。俺は燃えるぞやってくれたのだろ。いやいやいや、何を言ってんの、僕4って4キロ痩せてきたんですから。あの、すいません、ちょっと今あのマイクの調子であの聞き漏らしたことがあったんですが、このアンダーラインの部分をもう一回だけちょっと読んでもらえますか。誰、いやいや、これどういうどんな気持ちで待ってたんですか。まさにアミンのごとく、アミンの待つはですね、先輩ありがとうございました。いや、もうなんか知的でもうまさに中3の文化祭を飾るにふさわしい中学生のね、高3です、高3なんですね。あ、それじゃあの向こうでテクノの選曲とかの方に忙しいからね。あ、どうもありがとうございました、はい、うわー愉快愉快、うわー捨てデリフだ、捨てデリフだよ、おい、マイクに入る位置計算した上に来週罰ゲームどうしますか。俺でもこの後3キロ、あ、来週はほらおせちウィークだからこれやってなくていいわけよ。バカ、お餅とかを食べるから来週とか全然いいのよ。違うんでしょ、何言ってんだお前ら、日本人のお茶漬けだろ、この野郎。くしょ。ふざけんなとか書くな。ふざけんなって言えな。あの、
まあいいですよ。来週もじゃあ行きましょうか。今度はだから、AD 柳沢はこれでもう仕方がない。生贄終わりましたから、これスタッフの中どんどん回っていきますから、次が誰にするかですね。お正月ですからね。偉い方にちょっと行ってもらいましょうか。ディレクターの池田氏にでも行ってもらいましょうか。ディレクターの池田氏に実家に電話かけてもらって、お母さん今まで育ててくれてありがとうって言う。言う。いやいやいや、俺1キロ以内なら俺が言いますよ。うわ、それやだな、おい。俺な、今までな、真面目な話な、どんな番組があっても、お袋と親父の声も出したことないし、顔も出したことないねん。それはな、うちのお袋な、面白いねん、顔も声も。なんかすごい、俺がずらかぶったみたいな感じやね。それは後に取っとこうな。後に取った方がいいな。あのさ、誰かスタッフ派遣して、負けた方の、あ、だからこれ、今から AD 柳沢は、いわゆる、俺、もう中立の立場になったわけです。中立の立場になったわけですから、柳沢の、が出身が信州ですから、信州の全然何でもない知り合いの家に、今着てる衣服を全部宅急便で送る。だそれが欲しかったらもう取りに行かなきゃいけない、自分で。信州まで。うわぁ。雪深いとこしかも。かなり雪深いところの、郵便局止めとかできるよね。できるよね。郵便局止めで送るってどうだ。雪深いところ。だったら、弱い順に行こうか。弱い順ということで、次は松上ですよ。アルバイト見習い代理補佐の松上の、お互いちゃんと服着てきて、その服を雪深い山の、もう人口1000人ぐらいの町の郵便局止めに、郵便局に送るとか、もしくは、郵便局止めができなかったら、JR の錆びれた駅のコインロッカーに入れてくんねん、もう。スコーンって。大事なもの持ってこい。俺も持ってくる大事なものも、すごい。へその緒とかさ。いや、へその緒の大事じゃないよ。大事なもの持ってきて。まあ一応来週までね。さらにお楽しみっていうことで、ダイエット方法とはコンプレックス産業の新しい企画書。ね。郵便番号 107-06 TBS ラジオ順位からのアップス。DK95.4 の借りまで待ってまーす。リスナーにピンコ見られた。パフィー。Yes, TBS. かくれんぼする人集まれ！撃て！日本一短いデブへの手紙。年の瀬で皆さんも忙しいと思うんですけども、僕もこの番組の冒頭に申し上げました通りですね、仕事にマリオカートに少し寝てマリオカートに仕事にという形でかなり忙しい毎日なんですけども、そんな最中なんですが、昨日の夕方ですか、うちの便所が詰まりましてね、皆さん聞いていただきたいんですけども、特に弁護士関係の方に聞いていただきたいんですけども、私家にちょっと表出てましてね、友達の家でマリオカートやってたんですけども、その時は家にもあるんだけど、友達と競って家に帰ってきましてね、夜の9時頃ですかね、我が家の僕が家賃を払っている僕の家の僕の便器でですよ、でうんこをしたんですよ。そしたらやっぱり結構便秘がちだったもんですかね、結構カティンコティンなうんこが出たんですよ。こう水の中からホッと取って背中のツボに当てたら結構効きそうなうんこが出たんです。それぐらい硬いのが出たんですよ。でこうお水を流しましたらね、うちの便所は一回こう水がこうスーッと全部引いてうんこももう出ていくわけですよ。でそこで俺がこうさよなら元気でな元気でな立派な大人になるんだぞって言いながらうんこをこう放流して、でお水が戻ってきた時には綺麗に湧いてるっていう、こう綺麗にまた水に戻ってるっていう、まあそんじゃそこらの家にある普通の洋式便器なんですけど、僕がうんこをしてさよならガーッと引いたら、うんこが忘れ物をしたらしくて、ただいまーって戻ってきたまま優勝カップの入り口のところまで水がゴー来るじゃないですか。これでいてどうすればいいんだ、せっかく嫁にやった娘がと思う、
早くもと思ってどうしようとなる後ろの変なこうさあの大元のこう水道管みたいなやつのところにさネジみたいなついてんじゃん。1円玉で回して閉めるよね。1円玉持ちながらうんこするかよと思いながら爪でやれなんて生爪剥がしたりしながら止めました。でその後神さんが言うには神さんは僕がうんこをする30分前にトイレ掃除をして流せるトイレペーパーですね、なんかトイレの洗剤がついてあれを流したばかりだったんですよ。でねこの今図式を聞いたら俺のうんこは一回行ったのがもうその時点で詰まってって帰ってきたわけですから絶対その流せるペーパーなんですよ。絶対その詰まってるものは原因は。なのになんで俺があの寒い中マリオカートもやらずに便所スポイトを買いに行きハンズに、それ便所スポイトって名前を知らなくてキュポキュポするやつとしか知らないから東急ハンズの入り口にとかあのうんことか詰まった時にキュポン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 するやつありますか、ベンスポですねって言われてお前ベンスポ売り場で色とりどりのベンスポの中から一本選んで、で自転車で行ってるもんだから背中にガンダムみたいに刺してでまた呼び返れって家帰ってきて、おいでてギュッポンギュッポングババグババってまた俺のうんこが流れねえもんだからまた俺に懐いて懐いてさ何のコーナーだっけ日本一短いデブへの手紙、いきましょう。今日はねあの年忘れ桃井特集ですから、ペンネーム部長桃井香織の昔のニックネーム体罰教師の慣れの果てと言われたこの桃井がよカタログ500冊分と言われたこの桃井がよ久保浩二と久保浩二の目と目の感覚と言われたこの桃井がよ、さこれどうだじゃん。ペンネーム動かす力埼玉県桃井の昔のあだ名実家がカーフェリーと言われたこの桃井がよところてんむせ食いと言われたこの桃井がよ酢入れすぎなんだと思うんですけどねところてんむせ食いはね間違いなくね結構桃井いっぱい来てたんだけどな。じゃあ桃井以外も行ってみようか。あ、まあ桃井もう一枚行っとこう。ペンネームナックルボーラーオフサイドトラップと言われたこの桃井がよ行きそうで行かねえんだな桃井なんか出そうで出ねえ。じゃあ続いて札幌ペンネーム青緑今年も1年ありがとう。未来予想図ドリカムのあの愛してるってのは5回あ何すんだっけパッシングすんだよブレーキランプつけんだっけ5回ブレーキランプつけんだよねを、愛してるを伝えるために行ったら嫌な手段ゲロを5回吐く猫に5回噛みつく山道からベビーを5回出したり入れたりする未来地図だっけ未来予想図ペンネーム土星人俺のツボついてきたんだよね。広末涼子がピアノ発表会本番直前に舞台裏でいきなりポケベルのメッセージ右から12番目の黒鍵盤に注意札幌ペンネーム青緑おやおやお地蔵様こんなに雪まみれになってさあこれでも食らいやがれと地蔵の頭にクソをモリ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 次の夜空爆あのさ空に地蔵が運転してるすげえでけえ戦闘機が来て小さな地蔵を落としてほしいよねドドドドドドドって、キャッツアンドペイロ今年も一年ありがとう、ピノキオの鼻はどんな時に伸びるのか女の幸せって結婚だけじゃないなと感じた時一人きりの小学校で女の子の防災頭巾をかぶってみた時バツイチの夫の連れ子が初めて母さんと呼んでくれた時ごめんなさいこれからも良いお友達でいましょうねと男に言われた時鶴光のラジオでハガキが読まれた時ガン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 こんなところですかね今日はね、年賀はがきが余ったらでもいいですから来年もはがきをどんどんください、郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光からのアップ数各係までお待ちしております。Yes, TBS
伊集院光の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 伊集院年末ラブ企画第2弾お正月直前すべてのリスナーにラブオーファイナル。さあもう電話をつなぎましょう。もう5分ぐらいしか時間がないですからね。5分じゃ5、6人しかつなげませんから。さあそれじゃあ男子つながってますか。男子は、15歳よな。名前はこれなんて読むんだ。竹政、もしもし、はい、竹政、はい、師匠だよ。あ、どうも師匠。滑り込みで、この年滑り込みでラブができるかもしれないね。あ、そうかもしれませんね。今年はどうだったの。今年というかあなたの人生の中ラブは。あの12月の頭の方に、うん、あのラブレター書いたんですけど、うん、外しました。あら、相手可愛かった。はい、かなり。え、同じ学校。あの同じ塾って。同じ塾。はい。それで何出して返事は。無視されました。うん、ま、無視か。いやでも彼女に渡る前にあのインパラとかが食べちゃったかもしれない。インパラ結構髪食うらしいで。あ、そうですか。インパラだから。で塾どうしたん。まあ一応行ってますけど。うん。まあちょっと虚しいですね。なあ。まあでも今日は。はい。そんな女は忘れろ忘れろ。あ、忘れます。お前タイプはどういう女のタイプは。あの川本誠。ああ、なんだね。DNA。 あ、そうです。あー、 MMR で特集してたやつ。別の DNA か。あー、 DNA ね。おー、え、スタイル的にはどうよ。まあとりあえず痩せてて。おー、痩せてて。あの胸は80あればいいな。おいおい、十分や。80あればお前は普通に2個やぞお前。80個もあったらお前そんな、まあ、何匹の子供を育て小鹿を育てられんねん。で、胸にこだわるあなたに素晴らしい方を用意しました。アッコちゃんです。どうですか。行きますよ。はい、行きますよ。はい、もう時間もないですから。さあ、アッコちゃん電話かけましょう。さっき俺ね、アッコちゃんかけようと思って電話も間違えたね。どうも見けたらおかしいなと思ったんだよ俺。あった。はい、さあ、アッコちゃん寝ちゃいましたでしょうか。はい。あ、もしもし、アッコちゃんですか。はい。あー、これアッコちゃんでいいんだよね。はい。ね、アッコちゃん、はい、あの今この竹政が聞いてるんで、はい、似てるタレントって言われたことがあるの誰さ。雛形あきこです。竹政どうなの。あ、もうバチッどうなの竹政。ねえ、これ喉血出るわ。明日も生放送あるっつうのにな。なあ、雛形あきこちゃんですか。はい。ツーショットタイム。いや、こんばんは。こんばんは。雛形あきこそっくりなんですよ。あ、そうですか。はい。いや、もう嬉しいですよ。あ、私も嬉しいです。終了終了。いやー、ごめん、もうね、もうスタジオの前でね、大沢ゆりさんがもうすぐスタジオ入りするっていうんで、もう開けなきゃなんないからね。なんでそんな早く来てんだ、ゆりさん。ねえ。いやー、あずこちゃん。はい。あ、竹政ひどいやつだったね。そうですね。うん、もう許せません。許せないね。はい。うん、どうもありがとうね。はい。またラジオ聞いてくださいね。はい。バイバイ。はい、さようなら。竹政。はい。あんな女、やめとけ、やめとけ。やれました。俺がもう憎まれ役になって切っといたから、もう一本いっとく、もう一本いっとく、もう一本いっとく。はい、竹政、竹政元気なくなってきた。竹政に今回エンディングずっと喋っててもらうってのはありだよな。じゃあ、この子行きましょう。携帯かな、これ。これ携帯っぽい番号だな。ん？これ携帯だろ。さあ、こんばんは、面白そうなのでファックスしました。さあ、これ携帯っぽいよね、この番号ね。お、繋がってる繋がってる。さあ、竹山さんに彼女は繋がるんでしょうか。もしもし。もしもし、かおりちゃん。はい。ツーショットタイム。こんばんは。こんばんは。あの、年はいくつですか。20歳です。20歳ですか。はい。あ、じゃあ5歳上です、ね、あ、そんなに下なんです。あ、15歳です。あ、今中学生かな。中3です。あ、うちの弟より1個下だ。あ、弟いくらですか。15歳。はい、ね、若くて。さて、明日はですね、行く年来る年がありますんで、あ、喋ってていいよ、喋ってていいよ。行く年来る年がありますんで、リスナー皆さん楽しみに。で、あと、かおりちゃんとこの2人のですね、電話の方ですけどもね、3時になると自動的に切れます。あ、切れるよ。あ、切れた。